皆さんこんにちは、マナリオリュウジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続けていきたいと思います。ベリーハードの難易度にですね、マフティとニューガンダムを介入させて攻略していこうというチャレンジ企画になっています。では早速続きをプレイしていきたいんですが、まずですね、マフティなんですけども、だいぶレベルが上がってきてまして、まあレベル19。もう少しでね、マックスのレベル20に到達しようかというところで、能力値もね、だいぶ上がっています。反応は80に到達しています。戦況の方をおさらいしておくとですね、かなり苦しい劣勢の状況を今脱しつつあってですね、モビルアーマービグロ、これを投入したことによって、サイド方方面がご覧のように、だいぶ状況好転してきてます。なので、この後はですね、補給ポイント3と4、残り2つの激戦地にもビグロを生産して派遣して、戦線を維持、あるいは押し返すということをやっていきたい、そのように思っています。では早速、時間を進めていきましょう。まあ、ビグロは10機生産できるので、まずビグロの生産10機ですね、これを行った上で、さらにね、技術レベルを上げて、エルメスへと開発プランをつなげていきたいと思ってます。でニュータイプに関しては今ララ、シャリアブル、シャー、それとマフティともう一人歴史介入させているクエスですね、これが使える状態になってますので、まあ、ニュータイプ先生に投入していきたいと思います。ドームの開発プラン来てますので、ドームだけは開発進めておきましょう。リックドームにつながるプランをね、出したいので、やっておきます。ニュータイプ専用モビルアーマー、ブラウブローの方にはシャリアブルを乗せました。砲撃使えるので、まあ確かに、ニューガンダムのピンファネルのマップ攻撃に比べると貧弱ではありますけども、ここはですね、マップ兵器もうまく活用していきたいと思います。ブラウブロの優先ビット攻撃ですね。マップ攻撃には全部こういうムービーがついているのはこの新キラの野望を何気に嬉しいところなんですよね。フラナガン機関より報告します。当機関で要請していたニュータイプクスコアルの調整が終了しました。続いてクスコアルも加入できますね。これでニュータイプがまた一人増えました。ニュータイプは専用モビルアーマー、まあ、特にエルメスなんかに乗せるとですね、マップ攻撃が使えるので一人でも多く欲しいところなんですよね。モビルアーマーの研究進めましょう。連邦軍ですが、ペガサス級が就航してるようですね。ペガサス級、旧ユニットモビルスーツないし、まあ、戦闘機なりを搭載できるようで、9機搭載しているペガサス級も参見される状態ですね。いや、これはちょっと急いだ方が良さそうだな。この補給ポイント3に関してはビグロを急いで急行させましょう。ここが陥落するとちょっとまずいことになるので、でペガサス級を優先的に排除します。報告します。開発部よりモビルポッドオッゴと支援モビルアーマービグラングの運用テストが提案されました。ビグラングは欲しいので、許可しますか？ビグラングは開発しましょう。了解しました。モビルアーマーは1機でも欲しいので、603技術試験隊にモビルポッドオッゴとビグラングのテストを行わせます。Thank you.
これがニューガンダムのパンネルマップ攻撃ですね。このベリーハードでもマフティのニューガンダムがいるからなんとか持ちこたえているという感じですね。ではサイド4方面なんですけども、押し込まれていたところ少しずつ押し返していきましょう。できればですね、この補給ポイント1まで前線を押し返していきたいので、少しずつですね、一旦ごとに 1X でもいいので進んでいきたいと思います。モビルスーツの数はやっぱり絶対数が足りてない状態にはなってきたので、ビグロの生産を一旦やめてモビルスーツ、これの生産に切り替えていきます。まあ、数はどうしても必要になってくるので、一撃必殺のモビルアーマーとモビルスーツのバランスをですね、特に注意して作っていきたいと思います。ちなみにシャアは一時的にビグロに乗ってもらいました。まあ、専用ザクだとちょっと火力がもう追いついてこなくなっている状況もあるので、まあ、ビグロに乗ってもらおうという判断をしています。でそのシャアは今補給ポイント3の方に向かってもらってますので、補給ポイント3に到着次第ですね、ビグロで無双してもらいましょう。シャアのビグロ到着してます。シャアのレベルがちょっとまだ上がりきってないところではありますけども、それでもこのレベル8でステータスになってますね。限界性能200なので、このシャアのステータス十分に活かせると思うビグロです。到着してますので早速前線に投入していきましょう。これは何だろう、ガンキャノン2、いや重装型ガンキャノン、量産型ガンキャノンですね。量産型ガンキャノンだと思います。これ撃破してもらいましょう。でさらにクスコアルもビグロに乗せました。まあ、まだまだクスコアルもね、成長の余地のあるレベル6という状態ですけども、モビルアーマー適性も高いのでしっかり活躍してもらいたいと思います。これは補給ポイント4に派遣します。4と3今激戦ですからね。シャリアブルのマップ攻撃でマゼラン、まあ、ペガサスを仕留めて、中に入っている搭載機がブワッと出てきたところをマフティのペインファンネルで一掃するっていうのがめちゃくちゃ効率が良さそうなので、今ちょっとそれを狙っていってます。これであればペインファンネルでマゼランペガサス一撃死させられなくても、シャリアブルとの連携攻撃で十分にね、火力を出してくれているっていう状況ですね。報告いたします、ギニアス様がアプサラスの開発に成功しました。しかし予定の性能を確保できず、アプサラスに関してはお金があるときにイベントを進めています。なおギニアス様はデータ収集のため妹のアイナ様とノリスの協力を要求しています。アプサラスの開発を続行させてもよろしいですか。一旦続行させましょう。で次に否定してアイナを回収します。はい、アプサラスの開発テストですけども中止することにしてアイナを手に入れてあります。アイナもレベル1でこの能力なんでむちゃくちゃ優秀ですよね。先生に導入していきましょう。ボムの開発完了してます。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。これリックドムにつながる開発プランになりますので、早速研究開発開始します。リックドムが先制に投入できるようになれば、さらにね、地球上空を取り返すことも見えてくるかなというふうに期待をしています。ビグラム開発
開発しましょうね。あとザンジバルの開発も完了してますので、ザンジバルにはキシリアを乗せて前線に今移動中です。この辺りも機能してくれればむちゃくちゃ心強いですよね。クスコも前線に到着しました。これでこの補給ポイント4も盤石の体制が整いそうです。ここに関してもどうだろう、少し余裕が出てきているので、打ち上がってきた敵をでポコポコ倒していくっていうのを考えていきましょう。で一方ですね、ルナ2あるいは、このね北京とかオデッサから打ち上がってきている敵部隊が数がまた増えてきているので、ここに集中的にビグロとマフティとシャリアブルを派遣して敵を撃退していきましょう。生産内容ですが、ザンジバルを少しずつ生産を開始して、地上でも戦えるですねザクス後期生産型に生産モデルの主力を変えていきます。今はですね高機動型ザクがやっぱり限界性能が高い分能力を発揮してくれるというのもあって、高機動型ザク後期型を主に生産していたんですけども、地上に進行することを考えてそろそろですね地上でも使える、ザク2の後期生産型に切り替えていきたいと思います。これで地上進行用の部隊を整えようというところですね。ザンジバルも数がそれこそむちゃくちゃ必要になってきますので、ザンジバルの数も揃えていきましょう。リックドームの開発提案来ましたね。リックドームは開発していきましょう。ん？ビグザモンも来たか。お金があるうちにこの辺りは回収したいですね。さて、戦況なんですけども、ようやくですね、小惑星5の奪還ができそうです。維持することもできそうな感じがあるので、小惑星5まで進出しちゃいましょう。その上でさらにこの補給ポイント1を狙っていきたいと思いますので、ここまでね頑張って進んでいきたいと思います。では今回ちょっとあまりねおしゃべりは少なめになってしまいましたけども、確実に作戦は進行しているというところで、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。